はい、どうもゆきです。今日はですね、こちら、昨日、夜中にですね、取ってきました、アブラゼミ、セミです。こいつね、はい、羽化した直後に取ったんで、すごいね、透明じゃないわ、白っぽいやつ。白っぽくて、最初ね、白っぽかったんですけど、まあ、しばらくね、羽干してね、だいぶね、色がね、濃くなりまして。はい。では、こいつを、下処理していきたいと思いますが、まず羽をもぎます。まず羽をもぎます。悪いな。あ、羽がもげない。なんか胴体ごとプチっていきそう。羽がもげねえや。まあ、いっか。で。羽はもげない。もういい。それではまずは、まあ、いっか。普通に、油で炒めましょう。悪いな。それでは黙祷じゃねえや。まあいいや。いただきます。恨まんでくれ。俺のエネルギーとなってくれ。俺のカロリーになってくれたまえ。それでは、黙祷なう。黙祷なう。わあ、飛ぶなよ。わあ、油弾くな、そりゃ。油をちょっと、羽でちょっと、それ油撒き散らさないでくれよ、それ。熱いって、それ熱い。油を撒き散らさないでくれ。あち！あ、ようやくおとなしくなった。よし。とりあえずね。まあ、セミはあんまり食う場所がないって言いますけど。ねえ。まあ、俺前最初にセミ食ったのは22ゼミ。22ゼミ食べたんだけど、22ゼミはちょっとちっちゃすぎて、一切食い出がなかったんですよ。全然食い出がなかったっすよ。食った気がまるでしねえ。まあ、今回は油ゼミです。油ゼミなんで、多分そこそこね、食い出はあるんではないかと。思われます。ええかな。もうええかな。もうええかな。
もうええか。多分もういいだ。それでは出来上がり。塩振って食べましょう。それではね、黙祷いただきます。黙祷してからといただきまーす。ウィッシュということで、羽ごとね、羽ごといただきますよ。赤、あ、これカブトムシ食った時と同じ味するな、これな。カブトムシだ、これ。カブトムシ食ったときと同じ味。なんていうかな。なんていうかな。なんか。なんて言うんだろう、わかんねえな、なんて言うんだろうな、このこうドロッとして、ドロッとしてて、なんか噛んだらドロッとしてて、なんかクリームなのか体液がなんかドロッと出てきて、でそれがなんかこの足と羽とその外骨格みたいなところが噛み切れないの、あの残るんですよ、今残ってるんですよ、手足がこの噛み切れない感じ。やっぱこれあれだな、羽燃えた方がいいわ。羽と足に燃えた方がいいっすね、これ。すげえ残るんすよ。硬い、なんか噛み切れないで残ってるんですよ、今。なんかガムみたいに。ひたすらこう噛んでんだけど、すげえ硬いのが残ってるんですよ。やっぱ羽は燃ぐべきだったな。羽は燃いだ方がいいです。で、あとカブトムシの味ですね。なんかあのカブトムシをのなんか体液みたいな、あれと同じような感じでぐちゅっていうね、なんか異様な汁が出てくる。で、味はなんて言うんだろうか分かんない。なんて表せばいいのか分かりません。虫の味ね。あのエビではないですね、これはね。これエビじゃないですね。アブラムシはなんか確かに油っぽいっていう言い方もあるかもしれない。油っぽい、なんか油のような体液がジュルって出てきて、でそれが口いっぱいに広がる、なんかうまいかって言われると別にうまくはない。でも、じゃあまずいのかって言われると、多分まずくもないような気もしないでもないんだけど、これあれだ、目つぶって食った方がいいね、こういうの。あんまりね、もう脳内をね、真っ白にして食う
買わないとね、あの、あれなんですよ。まずいがうまいかって言われると、あの、別に味としてはまあまずくはないんだけど、なんか異様な、食ったこともないような味ですよね。この、ドロッとしたやつ。カブトムシ食った時と同じだけど、ドロッとしてて、なんか油っぽいような、何か油、へんてこな油をなんか食ってるような、感じ、三つ星ということでご視聴ありがとうございました。